ナスピ。サンタじゃなかった当たり前ですよ。意味ですからね。まあ明日も着ないんですけど明日はもちろん着ないんですけど、いいんですよ。まあ写真撮ったんで、まあ写真でどうにかしてくださいありがとうございます。手振ってる。さあさあ皆さんこんばんは。今日はですね、握手会でしたね。イエイイエイ握手会でした。来てくれた皆様本当にありがとうございました。久々のね、まかりメッセで本当心がウキウキでしたね。まかり大好きまかり大好き。今年1年も本当にありがとうございました。来年もぜひ私のレーンに遊びに来てください。ひとりぼっちです大丈夫千葉県民、そう千葉県民だからね、まかり大好き。横浜遠いもんな横浜遠いんだもの。最近は新書類よりこっちこっちの方が多い。いいねいいねまあぜひ均等に見に来てくださいありがとうございます。何が大丈夫いやまあうんうん大丈夫確信のない大丈夫。サプライズチームチア、ありがとうございます。プレゼントじゃあ横浜嫌いだよね。そんなことないなんで私いつ横浜嫌いっていう話をしたっけ。結構大好きですよ。なんか旅行っていうかお出かけ行ってるみたいで今夜はイブだからあえて鍋食べ私今日はカレーうどんでしたねカレーうどんでしたね。美味しかった。インド人もびっくりカレーうどんいっぱい来てくれたんですよ、みんなが。イエーイすごい並んでましたね、ありがたいことに。まあ、今日完売だったんで珍しく完売に。本当にありがとうございました、買ってくださった皆さん。いっぱい話してよかったです。そう、まかりメッセ遠い人と近い人がいる。中間の東京はない。そこは牛丼でしょ牛丼食べたかったな。カレーの汁きっとついてないです。大丈夫です。おい、久保さんプレゼントありがとうございます。うーん、司会お疲れ様、ありがとうどうも、あ、どうもどうも。もうメリクリーですね。明日はもう本場のほんちゃんクリスマス。今度メンバー誘って牛丼食べに。牛丼ってメンバー誘って行くもんなの。牛丼胃もたれ案件でしょ。そうだよ、もうお腹がいっぱいになっちゃう。そんなね、あんなね、3個もね、ミニ牛丼食べたらそうなりますよ。そ
んななっちゃう。プレゼントと呼ぶのは継続だね。継続していきましょう。こんばんは、今日は私はお金連から見てめっちゃ楽しそうだった、行きたかった。待ってる、来年、来年待ってます。来年楽しみにしてます。来年いつあんのかね、わかんないけどね。決まってるので2月1日やん。といいね。大阪、大阪。明日起きたらプレゼント届いてるかな。それワクワク。プレゼント来るかな、ワクワク。本当は去年で終わりだったんですよ。そう、去年はあのディズニーの年パスだったんですけど、それで終わりっつったんですけど、なんかワンちゃんなんか光が見えて、なんか欲しいもの書いたんですけど、届くのかは明日次第ですね。届くといいなって届くといいなって思います。そう、そういただいたね年パスも今日で終わりなんですよ。もう本当に悲しい。1年間楽しかったです。本当にいろんなねメンバーと行けたんでとても楽しかったです。でもまだあの約束して行ききれてない人たちがいて行ききれてない人がいるんですけど、どうしようかなどうしようかなって。めっちゃ靴下聞いてくるやん。今日靴下赤いのだからそう、足上げの痛いからうん息切れてないっていうあのなんていうの、行こうっつって行こうって言って予定が合わなくて行ききれなかったっていう人がだいぶいるんですよ。ああじゃあどうしましょうなーって思って、ちょっと今検討してます。自分で買うか来年からさ、もう私はさ、もう大人料金になるわけですよ。来年度からは高校生じゃなくなるんで、だったらね、どうなんでしょうねっていう話です。行く行く詐欺って書いてあるんだろうねそんな違うよそんなことないよ。今のうちに今詐欺かなそうね、留年すればないじゃん。そういうことではないそういうことではない。永遠の17歳それはいいや私は年を取っていくわ。グイクさんや先輩たくさんいます。いや
そうね、ね私もそれには合ってるけどさ、まあしゃーなしやん、うちらはしゃーなしやん、ね、なんか買おうかなって自分で買おうかなっていうのを検討してますね。買っていいですかってそうで、いちいちすごい私のだいぶ面倒くさがりな部分がすごい出ちゃってるんですけど、毎回お金下ろして買ってみたいなのがちょっと面倒くさくて面倒くさくて、とっても便利だったんですよ。そう、行けばピッてやって入れるから超便利なんですよ。だから IC カードを使ってるみたいな感じ。毎回電車乗るたびに切符買うっていうのじゃなくて、 IC カードピッて、そうそうそう、わかりやすいわざわざチケットセンターに行ってこれくださいよいってやるのもめんどくさいねそう、毎回それすんのがめんどくさいめんどくさいから超便利でしたね。うん。それも楽しみにしてたけどね。まあね、それはある。でも、ネバスっていう優越感に浸ってたわ。充電がなすいん。よ。また、でね、記録は残るけどね。あ、この日行ったんだ。あ、この日に行ったんだみたいなっていう記録は残るけどね。確かに。うん、でもね、毎回さ、そう、何 ?7500円ベーって出して、あ、お金使ってるなって感じるんだよね。そう、年パスの時は、そう、あ、今日金あんま使ってないかも、みたいな。感覚明日の朝靴下に年パス入ってることになる。入ってないですよって言ったし、違うの頼んだもん。全然何回ぐらい行ったの。でも昨日行ったんですよ、昨日納めにでも年パス納めに行ったんですよ。ラスデイラスデイ行ったんですけど、でもそれで20とかかな、いや年貢は納めて、誰と、あのキアラさんと行ってきました。佐藤のキアラさん、そう、今日インスタに載っけたんで、まだ載っけるつもりですけど、ぜひ皆さんいいねしてください。でもその度に僕は痛い待って骨が割れたかもしれん。158日、イエーイ。あ、なんか今日いっぱい見に来てくれてる、嬉しい。待って、あの息をするたびお腹骨が痛い割れたかもしれん
笑うたびに痛いんだけど割れたわ。やったかもしれん割れた。接触器、接触器は終わった気がするんですけど、いけんです。ひび入ったきっと。うにゃーん泣いた。シックスパックになっててほしいですね。寝ますいけがよくないですね。とりあえず去年のクリスマスにもらって、あ、クリスマス、うん、もらってクリスマスに作りに行って、から1年経ったっていうことで、もう1年経つのが早いですね。なんか あっという間でしたよ本当に。秒秒楽しかったです。すごいもう楽しみに生きてた。毎日充実してましたね。充実した1年、充実した生活With me。あっという間に時が過ぎ去っていく過ぎ去っていく。アンニョン、イエイイエイ。私の家には煙突ありません。煙突ある家ありますか？逆にむしろ皆さんの家には煙突ありますか？煙突ありよりのあり？ありよりのありかい？なかなかないよね今の家、煙突ある家なんてないよね。ありよりのなしあ、北海道にはあるんだ。やっぱ暖炉とか使うから梨よりのなし梨よりのなし、ありおりのなし最近は窓割って入ってくる、やだ起きたら顔にガラスめちゃくちゃくっついてんだろうな痛い痛い。ブン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 。強盗に間違えない。なかなか間違える人はいないでしょそもそも割って入ってくる人なんていないそもそもがね、その前に起きる危機感なし危機感がない。いやーでもね、いっぱいもらいましたねサンタさんから。おはひな、カメラももらったし、ゲーム機ももらったし、テレビももらったし、ネパスもらったし、なんかいっぱいもらったしなんかいろいろもらいましたね。嬉しいですね。ありがたいです。他に目線はたくさんのサンタさんが当たりましたそうですね、あの帰りにもあのバイク乗ってるサンタさんを見かけましたね サンタさん、お
俺にはあ、渡したいのは山々なんですけれどもカメラの確かに皆さんにね楽しんでもらうためにたくさんカメラやめていいですね。サンタさんにありがとうありがとう それいっぱいいたいっぱいいたね。それはピザそれピザ、いやバイク乗ってましたよサンタさんがありがとうありがとうやっほー、石澤さんハートいっぱいありがとうございます。そう今日ハートなんか今日ツーショットだったんですけど、ツーショットワンショットだったんですけど、ハートをしましょうって言われて、ハートの作り方って難しいですね、綺麗に。なんかこんな、ま、何これ雪だるまみたいな、縦にした雪だるまみたいな形になっちゃう。いやみんなも練習しよう、ハートこうやってこうやってこうやってこうこうしてこうこうしてこうしてこう今日ありがとう、あこちらこそありがとう。リッセンの妹ちゃんケーキ作ってた、いいな、オイラもケーキ作りたい、今だから練習しよう、これとこれとこうえ恥ずかちい恥ずかちいって今日は全部当てた、なんか今日全然当たんなかったんだよねみんなね、なんであんな当たんなかったんだろうって感じでした。ワニにしか見えなんでやねん、緊張でずれる、ほっつってここまでずれると思う小指立ててじわるです、じわるです、あ結構小指立っちゃうんですね、いろんなことに対して。そう恥ずかしい、そしたら中にバケツプリンと3種類のデザインが入ってるはず、困るわ困るわ、ハートずれちゃうとね大変、なんかハートはいいみたい、なんでだろうね、なんかさ、なんだろうねなんでハートはいいんだろう、謎だよね、指先と指先だから、爪と爪と指先だから親指のなんなんだろうね、何基準でいいんだろう、なんか普通に接触しないでくださいみたいなこと言われんじゃん、なのにこれはいいんです、冷たい爪と親指みたいなうん、ちょっと謎ですね、だったら全部大きいんすよ、イエーイ懐かしいですね、写真会とか、イケビーカフェいる、イエーイ出過ぎるとハートやなくいすだね、エースかわいいエース、うーん、で今日あんまり当たんなかったね、深海の名残、なるほど、でもさこれいいのにさ、前さそう ET ポーズやろうとしたらダメって言われちゃったなんでなんで、昔から OK だから、なるほどね、爪はセーフ爪はセーフみたいです、じゃあこれから皆さん爪触っていきましょう、これから爪と爪は合わせて擦り合わせてサッつってクジラさんハートありがとうございます、エンジンしたら退場やば、あっみほたるさんがタワーを投げてくださいました皆さんでお礼を言いましょうあ
ありがクリスマスツリーイエーイ、ありがクリスマスツリー、まねっこ動物まねっこ動物イエーイまこっちゃんさんありがとうございます。タコに確かに一気にクリスマス感出たね。イベ中がさか錯覚した。なんかね、私ね、なんかバグってんのか分かんないけど、まだ残ってんだよね、あのあれランキングのやつ。そう、10位まであと219,276ポイントのやつバグってんのか分かんないけどずっと残ってんだよね。今11位です頑張りますまだ残ってるんですよ。まだ11位だ永遠の11位。そう、まだあるんですよね。とりあえず暗唱するか星集めてくる星集め、やばい、カウントしなくちゃ、カウントしなきゃでもこっから全然動かないんですよ強いなあのイベント以来他のメンバーのもたまに見に行くようになった。ああいいね、結構いろんなメンバーを見てても面白いですね。上がる可能性一桁頑張るぞ全然減らないんです、どうすればいいでしょうか面白、捨て星のタイミングは捨て星、いや次の配信まであと次の配信の時間はそうですね21時半からですかねしないしない、全然全然消えないんですよ、一生消えないかもしれん。下もご祝儀かみんな朝早く起きてくれてありがとう無所下がったら笑えるそれは笑った、残像残ってるんですよ、意外と可愛い、ありがとうございます。あ、わかんない、何、私とは言ってないか。そう、みんなね、そう4時15分に捨て星して、そう寝ちゃうんですよ、だから捨て星寝が発生しちゃってたんですね捨て星して寝るっていう生活をしている人が結構いたんですよ。よし、カード買ってくるガチじゃん、ガチ勢。捨て星もできずに寝てました眠いもんね、朝4時とかさ、よく起きれたよなって思う。なんか習慣でさ起きてないとやっぱり起きれないじゃない、結局。いや、ひなさんかわいいって今思った、ありがとうございます、嬉しいなこのイベントですっかりファンになったよ、イエーイ、ありがとう、これからも末永くよろしくだぜ今度のプリ配信はいつでしょう、いつだろうね、いつしよっかな家族がお腹ゆるゆるになっちゃうからもうやめてもう勘弁して長ファンになりました、やったー、嬉しい、なんか結構私のファンになってくれた人が増えたー、嬉しい、嬉しいからラムネ食べよう、やっぱお
私昔からラムネが大好きで、ああうまい、ラムネ大好きなんですよ。自分はあのイベント知って応援するようになった、やったー、嬉しい、なんだろう、みんなありがとう嬉しいな、やっぱやってよかったですね。今日も握手会ですごいいっぱい企画やって楽しかったよって言ってくれて、みんなが嬉しかったです。その言葉が聞けただけでもなんかもうやってよかったなって思いました。感謝でいっぱいです感謝のキモティでいっぱいです感謝のキモティ。そう、しかも今日いっぱい並んでまして、嬉しかった今日の握手会、マリノレーの人たち稲田さんの握手楽しそうって言ってました。なんかすごいね、言ってくれてたみたいで、やった、いつでも来てね楽しそうだなって思った人、いつでも来てね。ちょっと目がね乾燥する。そう、なんか今日みんなねループできなかったからね、県の受付のとこまで声聞こえなさすがすやばい、やっぱ聞こえてた。いや、なんかさ、楽しすぎて声でかくなっちゃってさ。いやー、楽しすぎて、まあ、いつも声多分でかいと思うんですけど、いつも以上に多分今日声でかかった。キアラとチラさん、ありがとうございます、プレゼンツやっぱ聞こえるんだ、恥ずかしいななんか今日いつも以上に多分声でかくなったなって思いました。やっぱね、楽しいと声出ちゃうやん声めっちゃ大きくなるやん、楽しいと。普通に話して突然重くなる確かに急にね歌い出しちゃうかなあー筒抜け続けだったか。サンタさん来ない、ピエン、あーピエンあーピエン。でも昔の方がだいぶうるさかったみたいです。あの西武ドームの初めての握手会の時にうるさすぎて苦情が来ました握手中、握手終わった後に先輩から苦情が来てましたね初めての西武ドームの握手の後に、ちょっともうちょっとボリューム下げてもらってもいいですかっていうマネージャーさんからそう、
初めての握手でそんな言われるとは思わない。やっぱなんか楽しすぎて、うん、しかも小学生とか 中1だったから、なんか友達と鬼ごっこしてる時に会話してるぐらいの声で喋ってたからそう、愛沙さんありがとうございます。小判俺の夢、避難タクシーすることにした叶うといいね、来年叶ってほしいですね。あーやっぱ耳悪いからさちょっと耳悪いんだよね私、絶対耳悪いと思うんだよね次握手いつですかね。私本当ね、なんかね耳悪いのかもしれない、本当になんか人の話が聞こえないんですよなんて話してんだろうって思ってこう聞いちゃうの昨日ティアラさんとディズニー行ったって話したじゃないですか。ティアラさんってこんぐらいなんですよティアラさんの身長ってこんぐらいなんですよ。こう出るじゃん声が、ここまで届かないからこう聞くんですよそう、あ、ハートありがとうございますカトリアさん。そう、自分の声に耳やられたやられてはないと思うんですけど、聞こえないんですよね。こう何ですかつってあ、何ですか、ちゃんと耳かきしますね耳かきしてどうこうなる問題じゃないと思うんだけど、そう気をつけないとごっつんこしちゃうから、頭ごっつんなにやったら好きが増すよ。あ、好き。たまに握手会で聞き返されて時間足りなくなってきて、ごめんね本当に。何回も聞いても聞き取れない時あるけど。そう、その時はマジ申し訳ないなって思う。みんなも大声出してね聞こえないからうん、たまにこうやって気に入っちゃうもん、ね、握手中も、え、何ですかってす
そう、発声練習してからみんな来てなくしかい。大声ダイヤモンドタイム。あなたで。高齢者の方の会話。やばいやばい。マッキーマッキー。おひさん。おきさん、マジ発声練習お願いします。なんかこっちで噛む癖があるんですよ。だからこっちでも噛んでくださいって言われてる今。素敵なクリスマスイブだった。本当にありがとう。いやこちらこそありがとうございます。よりめよりめ。推しに似るって言われちゃう。じゃあみんなも耳悪くなっちゃう。あれなんですよ、歯医者さんに歯医者さんと、小顔矯正の人に言われた。だから今日はこっちを多めに噛もうと思います。ない。なくなった。うえん。皆さんもぜひ食べてみてね。食べてみてね。あ、ドンさんありがとうございます。プレゼント。プレゼント。ああ本当に美味しいラムネ。みんなぜひ食べてください。カード買ってきた。早早すぎた。早すぎた原爆。最近早すぎた原爆とか言っちゃう。言っちゃうよ。うますぎた原爆。すぎた原爆大好きなんですよ。なんか小学校の時に何だっけ、墨で絵を描きましょうみたいな、墨で絵を描きましょうみたいなのがあって、その人物画、そうなんかあんじゃん、墨でさ偉人の顔描くみたいな。そう、それをやった時に、あ、水墨画かな。あってるかな。そう、それやった時に一番過ぎた原爆の顔が一番綺麗に描けたんですよ。めっちゃうまく描けたんですよ。すごくないですか。そっからもうなんか、いやマジ杉田玄白描くのうまいねって言われて、もうそっから杉田玄白ばっかり描いてます。めっちゃうまいです、教科書見て。
私多分写すっていうかその見てそれをこう書くのにすごい得意なんですよね。こんな見せて多分もうないやもう小学生小学校4年生の時とかのやつだからもうないよ当時の絵は。でも当時の絵が一番うまかったな。誰杉田玄白、あの調べてみてください。コーヒーな私も昨日ディズニー行ったよ、イエーイ友達じゃん私もいたよ。もう本当に今日で年パスが終わってしまうのが本当に悲しい。ピエン杉玄かっこいいよね友達かな超うまかったんですよ杉田玄白の映画。ちょっと待って調べよう。杉田玄白、いやマジでうまいアイドルかな推し元気元気よ元気マン。やばい、なんか今日めっちゃ目かく。10位まであと何ポイントだろうあれ全然動かないあーめっちゃ縮まってないか。ブなかなかさが縮まらん。くくくくく。縮まるはずがねえ。一向に動かねえ。ああ面白い。いつ消えるんだろう私の。一生残ってんのかな。みんなにもきっと。みんなにもきっと。見えてるはず。確か終わってるはず。あれ今日って何日だっけ。時が戻っている十字架を背負うのか悲しいよ。薄めで見たら見えた。やっぱそうだよね、残像が見えてるきっと残像が見えてる。よいしょ、足を伸ばして。いやー、皆さんもねクリスマス楽しんでください。明日、明日か。明日クリスマス終わったらもうあれですよ、
もう年明けまで年明け、もうすぐ年明け、明日終わって 1,2,3,4,5,6,7 と7週間、もういくつ寝ると大正月明日は俺の誕生日祝ってやろうお祝いいたしましょう。七夕クリスマス何するの？お掃除ですかねお掃除ですかね。じゃあプレゼントあるかな、プレゼントあるかな。首痛くて楽しめない。もう本当にかわいそう本当にかわいそう。お大事になすってください。そう、あ、うちの弟ももうあれが終わって、なんだっけ、終業式、終業式が終わってもう休みなんで、頑張れ弟たちよ冬休みの宿題頑張れ。どうしたのランちゃん、疲れてないの？頑張ってランちゃん、ランちゃん頑張れ誰したいわってくれるの？もちろんき染めやらないと。あー、そうだ、き染めしなきゃそしたら用意しておきます。入れといて 3DS でいいよ3DS でいいよっていう。そうだ、書き初めすぎた原爆なんで目標を過ぎた原爆にしたんだろう。やっぱ過ぎた原爆みたいな大きい存在にならなくちゃいけないのかな。やっぱ過ぎた原爆って書いた方が良かったかな。皆さんはサンタさんに何がもらいたいですか？長い休み執行年パス執行年パス有効年パスが欲しいっす姉さん。5台くらいあるでしょ、1でしょやだよ、夢は大きく。ビヨンビヨンラーメン、ビヨンビヨンラーメン一丁ビヨンビヨンラーメン一丁叶ったね、夢が。いや今日持ってくのやだよ、持ってくのやだ、こんなでっかいの。やだよ、持ってく、持ってくなんて言ってないよ。丼の中がリアル、そう、油浮いてんだよね これ持ち歩くのだいぶ恥ずかしいよね七
なもしサンタにお願いするなら、年パス欲しいです年パス欲しいです。持ち歩くのマジ勇気いるぞ、持ち歩くの恥ずかしいぞ。さあもう1時間経とうとしておるるるるふふ1時間1時間経とうとしてますね。もう終わりにしましょうか。1時間やっぱこうやってね1時間とかゆっくりね話できるのほんと楽しいですね。マジかマジですよ。私もお風呂入ってサンタさん待たないと早く寝てサンタさんが来るの待ってるそうサンタさんがプレゼントを届けてくれるの寝て待つ早くほら言って寝る あと30分後あったら3周フルコースできる星投げ3周。じゃあ明日皆さん星投げ3周よろしくお願いしますサンタさんと握手したかった。サンタさんとマカリメスで握手、マカリメスでサンタさんと握手。サンタさんも早く寝てほしいと思うよ。早く寝たい。もう眠いよパトラッシュもう眠いよ危ない明日の配信予定はそうですね今日と同じですね多分明日も8時だと思われ、またなんか変わったら言いますね。多分明日も8時だと思います。だから皆さん何時に干して干しかな皆さん何時に捨て干しですか。8時の場合は1915じゃあ1915に皆さん捨て干しお願いします7時15分に19時15分に皆さん捨て干しよろしくお願いしますぜひ3周投げしてみてくださいはやけいさん病院よし、じゃあ終わりにしよっかね。長く見てくれてありがとうございました。最後までじゃね、ランキングで終わりにいたす。ランキング見ます。13ゆちさんありがとうございます。12リキナと犬の気持ちさんありがとうございます。11位サプレアットチームチラありがとうございます。10位石沢アットチームチラありがとうございます。キークジラットチームチラありがとうございます。8位カトレアットチームチラありがとうございます。7位キツさんありがとうございます。6位ネズミキャンアットクリボッチさんありがとうございます。5位タクシーアットチームシモヒナありがとうございます。4位キュアラットチラありがとうございます。3位ブンジェンとチームチラありがとうございます。2位ドンさんありがとうございます。1位ミホタルさんありがとうございます。ありがとうありがとう。よし9時ですね、早くお風呂入って寝てサンタさんを待つぞサンタさん待つぞ、楽しみだな誰？ありがとうございました。では皆さんおやすみかん。おやすみかん。
こんばんは、ひなの。こんばんは。でも終わっちゃうんです。終わっちゃうんです。また明日見に来てください。ありがとうございました。明日も8時にやってるんで。てか毎日やってるんで、ぜひ明日も見に来てください。すいませんね、デミアンさん。申し訳ございます。また来ます。またのお越しをお待ちしております。ほたるの光。本日の営業は終了いたしました。皆さん気をつけてお帰りください。本日の営業は全て終了いたしました。お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。また見に来てください。バイバーイ。バイバーイ。